皆さん、はじめまして2014シーズンの ZF スーパー GT レポーターを担当いたします、伊沢恵美です、スーパー GT は全くの初心者なんですが、もう勉強している時点でも虜になってしまい、これからが楽しみです、今年もシーズンを通してスーパー GT の裏側を独自目線で伝えていければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 はい、そしてハイナルシーズン第1回目は大きな変化を迎えたスーパー GT に ZF がどのように関わっているかを聞いていきたいと思いますので早速お呼びいたしましょう ZF モータースポーツアンバサダーの松下さんですどうぞこんにちはこんにちは。 ZF モータースポーツアンバサダーの松下真由美と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは早速なんですが、はい、松下さんの ZF モータースポーツアンバサダーというのはどういったことをされているんですかはい、えー。まずですねスーパージェティの会場を中心に ZF のことをより多くの方に知っていただこうとういろいろと PR 活動をしてまいります、はい、なるほどそれでは初めて ZF を知る方のために ZF とはどんな会社なのかを教えてもらえますか はい、えー、ZF はドイツに本社がありまして駆動系ですとかサスペンション関連製品など自動車部品をグローバルに展開しております、えー、そして世界の自動車部品サプライヤーのトップ10にも位置しておりますので来年は創立100周年を迎えますしますます展開が期待されるところなんですが昨シーズンからスーパー GT に関しましてはオフィシャルパートナーとなっておりまして今年も1年よろしくお願いいたします。はい、はい なるほどオフィシャルパートナーということでマシンのゼッケンにもロゴが入っていますよねそうなんですよその他ですねスーパー GT の会場内でいろんなところでこの ZF のロゴを見ていただくことができると思いますもちろんですねその GT のマシンでも ZF のテクノロジーが たくさん詰ままっておりますその他ですね世界に目を向けてみますと例えばですねドイツの DTM ではベンツ BMW アウディの全車両にクラッチを独占供給しておりますその他 F1 ですとか WRC それからルマン24時間レースですとかこういった世界的なレースでも ZF のクラッチやダンパーが使われております。 世界中のレースで ZF の製品が搭載されているんです、ね、そうなんですそしてですねこのスーパー JT ではレースが終わりました後にそのレースで最も素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたチームのメカニックを対象といたしました表彰を行うんですがこれが ZF アワードといった表彰になりましてどのチームが取るのかレースを見ながら期待しながら応援していただきたいと思います。 今年も ZF は様々な形でスーパー GT をサポートしていくということですね。楽しみにしております。松下さん、今日はどうもありがとうございました。ZF ジャパンモータースポーツでは、皆さんから1日レポーターを大募集中です。憧れのドライバーや監督に直接質問することができちゃうチャンスですので、ZF ジャパンモータースポーツのホームページからどしどしご応募ください。それではまた次回をお楽しみに。